八千代太夫没年不詳は、島原太夫。う。州姫路の出身で、名は高子。陽名は石、旗野氏。昭法二年、十一歳の時に、伏見柳町福岳家に預けられ、慶安元年十四歳で、囲いとなり名は、千古。後に、島原の奥村家に移り、慶安二年三月七日、十五歳で太夫となる。当初の名は、小田ゆの地に、 やちよとなる。大変な災女であったという。特に書は、一流の祖と言われるほどの脳書家であった。また、三味線、古都、古旧、尺八、古歌、茶の湯、和歌、徘徊、伝が、すべてに秀でていた。女王を三年から京の町中より講師を呼んで、伊勢物語、連れ連れ草、古今和歌集、源氏物語投稿儀を受けたが、明暦四年に、講師の病のため、 半ばとなった。八千代の家紋、花に霧を八千代に憧れた中国の人が、銀蘭地に織り上げて、長崎にもたらし、朝鮮では茶碗の模様にして、日本に輸出したといい、その名は海外にも知られていたという。万寿元年12月29日、24歳で車を離れた。現在、島原の門屋で、太夫の姿で、 お茶のお手前や舞の披露をする女性が、八千代太夫と名乗っている。ありがとうございます。